はいはいはじめましてどうしましたかいやあのな,なんですかねかえ泣いてるいやいやちょっと声震えちゃったすいませんああ<ー>で最初から言うとあれですね、うん、なんか先日インスタグラムでフォローされたなんか知らない人がいたんですよ知らない人からフォローされたいやもうはい全く知らない人でええええええちょっと好奇心が湧いちゃって通したんですよ フォローを通しはいそしたらメッセージがくるじゃないですか先生ちょっとどんどん会話弾んじゃっておおいい感じになったんや女の子ですかじゃあっていうことは知らない人っていうのはですアイコンは女の子だなあかわらしい女の子なんや多分そうですねでそれでテレグラムってアプリに誘導されてその怪しい人が使うやつですね多分ねええにもトに全く知らなくてそのことを まんまと騙されて行っちゃったんですよそっちに。まあまだ騙されてないけどね別に。ええー、t e l e g に移動したと、<laughs> インスタの DM から。そうですそうです。でそしたらなんかあなたの顔を見せて,み,てみたいな。お、顔公開な。どんな感じだなの？ああ。どんな感じなのつって。ああ。で送っちゃったんですよ。う、顔送った。あ、そしたら、うん。そうです。なんかアイデムを着て。 相手の写真も来てお<っ>で本当にアイコンと同じ人だったんで、ね、ちょっと信用しちゃったんですよなるほどねアイコンとは違う、えー、アングルとかの画像が来たから<の>本人なんじゃねえかとうん本当にでそれで2枚ぐらい来ちゃったからお<っ> 2>, 2枚ぐらいその別の画角が来ちゃったからうわ怪しいなマジやん、うん、マジやんって思っちゃってマジやんって思ったやん逆に、はい、言ってもないのに2枚画像送ってくる女も,もおらんでそんなやつ絶対。 いや、本当に、そこで気づけばよかったんですけど。で、顔画像交換して、ほんで、うん。まあ、その次はもう、お決まりの、あれですね。あなたの、見せてくださいって。いや、ちょっと意味が分かる。お決まりではないよね。いや、お決まりではなくね、どういうことこういうのって定石じゃないですか、なんか。いやいやいやいきなり、ちょ待て、君、同棲、女の子で、見せてって女、おらんで、ほぼ。いや、もう。 バリバリですすみまやん <laughs> バリどう。<laughs> いないから女性で <laughs> あの男で見たいやついないからそれもう男だけ体見たいのマジでいないから本当にいやもう本当にそれでお、うん、<ー>でっ出本で <laughs> みたいって言われてでちゃっと <laughs> <laughs> えっそれはあのちょっと申し訳ないですがあの どういう状態の送っちゃったんですかいやもうなんか柔らかい時がすげえちっちゃいんで自分。うん。ちょ、一回なんかツイッター開いて立たせたんですよ。ツイッター開いて。お前ツイッターで音が見てんじゃねえかよ。いやちょっとそう。ああ、まああるな、ツイッターでな、今な。うん。っ w 送っちゃったん。立たしたやつをな。はい。ほんもうバーって写真来て。 顔写真とか自分の送っっちゃったんで自分の顔写真との写真をセットで送ってきて、うん、<で>相手がはいで、うん、自分の,そのインスタのフォロー欄とか全部スクショしてこの人たちに送られたくなければ500500<え>500ドルみたいな <laughs> やばいやばいそれで消してあげるみたいな来て。 ええー、あ、そういう詐欺ない詐欺。ええー、怖わそれで、500ドルも持ってないんで、ちょっと自分今。<laughs> 500ドルって大体どれくらいだ ?6 万。<今>7万。まあ、ま、ちょっと違う国なんで、ちょっと、うん、大体450万円ぐらいですね。あ、大体<え>4万五千です、四万五千。すいません。 あ、四万五千円、あ、四万五千ぐらいなんで、はい、うんそんぐらいであじゃそう国が違くてアメリカじゃなくてちょっとあ,あアメリカじゃないやんや、えー、ドルじゃないってことじゃあ国ってあとニ,ニュージーランドなんですけどニュージーランドそうです<ー>ニュージーランドドルって今九十一円で一ドルぐらいなのんうんあそうなんや、えー、そうですちょっと安くなってでそれでまあ五百ドル払ったら消してくれるみたいなうん<ー>。そんなん言われて ちょっと本当に怖くなっちゃってそれで怖いなフォロワーに送られちゃうんだよ、はい、なんか顔つきでなちょっと本当にちょっと本当にそれが怖くて本当<ー>強がってなんか<ー>あそれ自分の「ち」じゃないよみたいな言っちゃったんですよなるほどねあるなあ <laughs> そしたらなんか何やってくんのかなと思ったらなんか俺は9歳の女の子にこのこれらの写真を送る準備ができてるけどそれでもいいみたいななんやなんやなんか独特なやつ来たなもう。<laughs> 全部ブロックしたんですよちょっと本当に怖くて。うん、怖くてな、ブロックしたと。はい、で、それで、ちょっと昨日、これが昨日の出来事なんですけど、その後、なんか、無料弁護士とかに相談して、なんか、無料電話相談みたいなのあったんですけど、海外からなんだ、うん、全部繋がんなくて。で、それで、ちょっと、最終的に、これ、これ、3人。今、海外に住んでるんですかあ、ちょ、はい、留学中で。あ、<今>そうなんや。で、あ無料弁護士繋がないから、俺に電話したってことなんや。え、これ、何を聞きたいの、はい、何を これ,これど,どうすればいいですかこれうわーそれ弁護士に相談しても無理そう <laughs> 理由えどうしたらいいかえでもさ今ブロックして結局送られてないってことフォロワーに今はいなんか,友達,かにいや友達じゃないですけどなんか、うん、ホストシスターに「うん、来てる来てる」って言ったんですけどか変なの来てるっつってそうそれで うんどうだろうなこのケース本当に送ってくんのかななんか本当に一人に送って次あの,人の人に送られたくなかったらお金払った方がいいよみたいな連絡が来る可能性もあるよね別アカで削うじゃないあ自分のアカウント削除したぶっちゃけそしたらどうなりますかねなんか アカウント消したらさすがにこいつから金取れねえしあのフ,ォロワーてかフォロワーの情報ももしかしたら見れんくなるかもしれんけどね、まあ、スクショされてる分はあれかもしれんけどスクショされちゃった。うん、やっぱ一回インスタ消してうんもうだからどんだけやってもお金がもう手に入らないよっていうのを相手に伝えるべきだと思うんですよアカウントが残ってるとまあ何かやればこいつまた金払ってくれんじゃねえかみたいなああはいはいはい 思うやん俺が詐欺師やったらそう思うわけあこいつアカウント消してねえなみたいなもう,もうちょっとなんか脅せばこいつ金落としそうだなみたいなはいはいはい、はい、ああ<ー>でもアカウントが消えたらもうこっちからアクション何も起こせないから僕はこれ消すべきやね赤消しだよ赤消しちゃんとアカウントをうん。で逃げるみたいな感じです、ね、そうやなで転生するしかないもんなるほどちょっと、うん、やりますちょ今から <laughs> そう今消せじゃあ今消せ 今今結集中ゲセゲセゲセもう惜しい,いなほんまにえでもそいつの顔みたいなそいつの顔どんな女の顔を見て君あのを送ってしまったのかっていうさっきアイコン撮ったんですよね、うん、いやアイコンだけじゃ分かりづらいと思うんですけど左上のアイコンの人です、ねうん、これ写真ないのいやでやあでもブロック者がないのかはいちょっと見れなくて今保存してねえの れちゃったんですけどちょっと怖くなって消しちゃったんですよ。一回え、待って、これ男じゃねえこのアイコンえ,これえ、これ女じゃないですかこれ、え、マジ <laughs> い,いえ、ちょっと待って、えこのアイコンだよねはい、このアイコンです。え、これ、え、待って、どういうことだえ、送ってる画像間違えてないよねはい、<え>間違えてないですよ。このの鏡の前で撮ったやつだよね<れ>黒い T シャツ。え、これおこうう女なのこれ。え、これ女じゃない,じゃないですかえ、<laughs> いやいや、ええ、ちょっと待ってください。でも、あの、 キティがついたた写真が来たんですよ <laughs> いやこれなんかおおん女かどうかちょっとわかんないけどねパッと見マジですかでもわかんないし何な,なんなら申し訳ないけどなんか全然可愛い感じしないけどえちょっとなんか周りの人たちがもうみんな彼女とかできちゃって焦ってるんですよ、うん、内心今えなんかもっと他にないの写真ホストシスターに送ったんでちょっと<あ>それが多分ええやええやん,、えー、やんそれやそれやこれ全く興奮しないけど でこのアイコン興奮する要素ないよ全くいやそうちあおっぱいがついてた <laughs> おっぱいがついてた <laughs> おっぱいがついてた <laughs> いやもう完全に消しちゃいましたねなんかないんかいそのおっぱいがついてたやつちょっとめおっぱいがついてたやつちゃんと全部消してますね自分 微妙すぎるわこのアイコン君ちょっと <laughs> すいませんちょっとこんなん全然興奮せんでダメやこんなんダムサイダラいやもうめっちゃ気をつけるしかないですねちょっとアカウントの消し方全然分かんないです、うん、俺も分かんないみんな誰から教えてあげてアカウントの消し方 <laughs> このアイコンで興奮するのウケるなもっとあるだろ興奮するアイコンマジっすかうん 俺がちょっと見るか、インスタ。えー、インスタのアカウントの消し方。設定とプライバシーにないの。設定とプライバシーのアカウントセンター。ここにありそうやけどな。アカウントセンサーセンターから。アカウントセンターね。うん。ない。<laughs> このアカウントセンターからアカウント追加または削除できますって書いてあるな、でも。うん、あ、これか。ありまありました、ありました。あった、できた削除。うん、削除しろ。 このアイコンマジで興奮要素ないな。これ結構かわいいなんですよ。えこのアイコン <laughs> えこれかわいくないですかえっ合あ、ます合あ、てます,あってますこれこの一つ、この一つ。この人はあ、でもなんか、送られてきた写真ちょっと違いますね、これ。よく考えたら。どういうこと <laughs> 送られてきた写真ちょっと髪金色だったんですよ。え大丈夫頭。あれ, <laughs> あれちょっとあ。大丈夫どうしよう。うん やばいっす。すこんなん、何の興奮要素もないで。写真保存しとけよ、おめえ<ー>。いや、保存して。一、うん、回、しこネタに使おうかなと思って。で、それで。保存したんですけど。もすぎるだ。いやいや、違う。本当になんか。うん。それで。そう、怖くなっちゃって。全部、さ、最近削除した。まあ、怖くなったらな、<お>まあ、確かにしちゃうよな、削除は。 これ架空請求業者に騙され高校生みたいなもんよこれ <laughs> あできましたできましたあできた,アカ,できたアカウント消えたはいまあもう大丈夫やろじゃあこれで、うん、ちょっとそう信じるしかないですねはいいや怖いな、ね、でもね <laughs> 気をつけてくださいうん留学までして童貞なんだっけもうめっちゃ童貞で,ですうん、うん、なるほどねあのこういう系あの全部詐欺だからねうん <laughs> 気をつけて <laughs> 送ってとかいう女いないからね世の中に学びましたほ、うんとに送るなよもう絶対何があっても送るんじゃないぞもう次見せるときはちょっとするときだけでうんおかっこええやはい <laughs> そう <laughs>、うんその通りや、はい、うんじゃあなありがとうございました失礼します。あうアホがうんまあ監督したら大丈夫っしょどうしようこれでガキの写真インスタでばらまかれてたら <laughs>